それではバイオハザード6続きやっていきたいと思います。前回は教会の地下施設に突入して、ヘレナのね真実とやらが聞けるかと思ったら、なんかここでエイダらしき人物が生まれるビデオを見せられてしまった。こういうのからねエイダの謎がまた一段と深まったというところですが、この先に進まねばならん。あ、で、そう、再開ゲームをね再開したら、ちょっとここセーブポイントじゃなかったらしくて、若干前からスタートしたので、若干ね弾とか回復の数が違いますが、ご了承ください。で201、あ、これは開けるあれか、ボタンが近くにあるかな、そういう感じがしますので開けていきたい。あ、これだ、ここに、またこいつか。あ、またこいつ。まあでも今回は201だけ、別のやつを入れたらなんか敵が増えるのかしら。うん、うまくいった。まあ余計な敵を召喚する義理はないので先へ行こう。で、この先は、この先が、あれが生まれた地下施設の仕掛けを解く。これが生まれたやつの残骸か、そんな感じにも見受けられる。で、まあなんかいるぞ。まあ、まだナイフでいいか。へいへい、大丈夫、生まれない。いやー、生まれそうだな、この中か。ん、音がする。下、あ、下になんかいる。下にいらっしゃるぜ。犬か。まあ下にいる分にはいいでしょう、多分ね。あ、これはもう罰があった気がしたけど、なんだ、一瞬何か。いやー、これ絶対出てくるよ。もう下行ってるじゃんもう。さあ、このなんか謎の人形から出来損ないのエイダモドキが出てきたりするのか、その時レオン君はいけるのか。え、これバチバチしてるのは触ったらまたあーってなるので、あーってなる恐れがあるので。これは、あー、そこは開いた、最初の部屋ですね。なるほど、順番に仕掛けを起動させていけばいいらしい。なるほど、手間のかかるものばっかり。ここは落ちないといけないことにはなってるか。じゃあ一旦戻って出るなよ。あー、なんでいるの。いつ、どっから、あなたはどこから湧いた。でも単体のうちに倒しておいた方がいいという話もあるので倒しちゃうか。はい、こんにちは。はいはい、あれ、よいしょ、いやー、オッケー。あ、なんか投げられてる、なんかいっぱい出てきてるな。どうした、急にどうした。いやー、あー、なんかすごい出てきた。あ、これが開いたからか、なるほどね。じゃあ登ってる人は刻ませていただく。あー、ダメだ、刻め刻め、登ってるうちに、よいしょ、刻め刻め。この台の上が料理台だ、料理台を刻め刻め。あー、硬い硬いぞ、大丈夫か、いけるか。あ、後ろにいた、ごめんなさい。ここは気づかなかったでござる。いいよ、はい。なんか敵が持ってる時はこれで反撃ができるので、あ、こう下降りる。あー、来てる、吐かないで、来てる、吐かないで、よいしょ、はい。ちょっともう、はい、今ちょっと弾ケチリムーブ入ってますので。あー、来てる、なんだ、こんなめちゃくちゃ出てくるな。これ相手にしてる暇ないな、仕掛けを起動させよう。これをまず起動させて、あ、いけるとこは1個増えた。あー、でもしまった、あ、分断されてないか、大丈夫か。でもこれで道が1個開けた。なんか今いなかった今。あー、なんかすごい、あー、どこだ、ここ。あー、くそ、よいよい、いよいよ、はい、刻んで刻んで刻め、あー、くそ、刻みたかったねー、ちゅうー、刻め、あ、それは何、あ、今連続だったか、ちょっと待って、靴相手は、靴相手よくないので、いやー、くそ、はいはいはい、よいしょー、でい、でい、刻め刻め、あれ、刻めない、刻めないか、刻めてください、よし。でもこれレオン君もたまに体術ばっか使ってると体力がなくなっていくので、ここをね気にしていかないと疲れちゃう。あー、これ上か。あー、速い、足の速いゾンビも結構いる。これ登ってくるか。あー、いた。あ、これどっちに出た。あ、戻った、いや、戻ってはないか。うん、目的地でそっちになってる。あー、吐き出している、吐き出していらっしゃるが、そろそろ銃使うか。
つまじめ、あ、吐かないで、やめてなさい、やめなさい、やめて、やめて、やめて、よし。で、ちょっともうあとはナイフで、はいはい、あー、かわせなかった、かわす、かわし方、あー、なんだ、よいしょ、よいしょ、はい、かわし方を学んでいかねば。よし、でもライフルの弾とか落としてくれてるのは良いぞ。ちょっと回復しておいて、はい。で、これをでもこれをもう一回やって、あー、そういうシャラめんどくさい感じなのね、ここは。あー、危ない、ヘルナ後ろで振りかぶっている人が、ムービー中も振りかぶっている、卑怯な。どうしよう、ちょっと回避の練習でもしよう、まあいいや。はい、で、よいしょ、いってらっしゃい。あー、すごい、これは。よし、アイテムくれ、いいね、弾くれのは非常に。1個いけるようになったけど、どっちから戻る、こっちか、丸、あー、間違えた、あれ、丸、丸と出たのは一体。ちょっとこいつだけ、こいつだけ倒します。はい、はい、あー、いった、簡単にいってくれて。あー、上から降ってきてんな、これ。あ、丸、あー、これ上に行かせるのか、助かった。攻撃モーションをつかさせることができたが、はい、よいしょ、せー、上からバーン。で、ヘレナが何かしてくれるはずなので、それまでは待つか、待つ感じになる。ここは登れないもんね。で、よいしょ、あ、どこがいた、ちょっとなんか出てきちゃったけど、すごいの出てきちゃったけど、どうする。もう銃にしとこうか、銃にしといて、ちょっと待って、待ちなさい、あー、外した、よいしょ、よいしょ。もうライン、ナイフ、ナイフ、ナイフ、よし、よいしょ、よし。で、今、あの化け物が出てきたな、向こう側、向こう側へは、向こう側へ、どうやって、レオン君は、こっちか、レオン君はこっち側から、あれ、でも目的地そこになってな、目的地がそこになっていますか、行けるのか。ああ、なるほど、ヘレナがやってくれるのか。なんかいっぱい降りてきた、団体さんいらっしゃいになってるが、まあ、これをね、2人でやらなきゃいけないので、倒しておかないと大変なことに。待って待って、回復しちゃった、間違えた、間違えました、そう、アルツをしたつもりだったんです、くそー。こんなやつに、あ、間違えた、よいしょ、よいしょ、で、はい、はい、おい、ちょっともう、やめなさいって、そい、そい、そい、なんか倒れてる時も、相手にも無敵時間があるような感じですね、それが厄介。これ OK で、あっちはちょっとヘレナに頑張ってもらって、ウィングシュート、あ、もう100発ケレあるので、あー、なんかヘレナ食らってないか、ちょっと消費シルダーなんだけど、消費シルダー、こう、こうのこうです、おいしょー、いいぞ、もう一回、もう一回、もう一発くらい、もう一発くらいいけるか、それ超えろヘレナも燃えている気がするが、よし、いいぞ、消費シルダーが効いている、こいつはいた、いいね。で、たださっき出てきた大物は、大物はどこ、でもなんか来ないならよし、来ないならよしです、はい、変なカモン、もういけるでしょこれ、うん、いけそう、なんか投げてきてる、よいしょ、はい、あ、これで全部しっかり下がって、どこへ続いた、後ろもいけそうだが、やっと開いた、あー、そこはそういう仕掛けか、結局行くのはここ、ちょっと待って、後ろにアイテムがいっぱい落ちてる、あー、消えちゃったよ消えちゃったよヘレナ、アイテムが、どうしよう、まあいいか、ここは今回はね、地図があんまり、あれ、あ、あの右利き用左利き用があるんですね、これ、アウト、危ない、危ないぞ、やめなさい、やめなさい、やめなさい、そういういきなり下から飛びかかってくるのはダメよ、よし、 OK、 大丈夫、君たちは、あー、起きるよね、起きるけど、ヘレナも撃ってくれている、よいしょ、よいしょ、はい、でも意外と、あー、なんか張ってきてる、もう張ってきてる人が早くて、はいはいはい、どこへ、どこへ行ってる、君、君はどこ向き、どこ行き列車ですか、電車ごっこ、よいしょ、さあ、でも結構、あー、いやいやいや、よし、でも、もう、吠えるやつは、あー、最後の吠えないで、最後の叫びを上げないで、で、これで雄たけびできちゃうか、あー、おたけびできてるか、あー、ナイス、素晴らしい、後ろから来てるっぽい、
気配がするので、ね、あーまずい、まずいか、まずいのかーい。うん、ナイス、ありがとう。よし、まあ、ちょっとあんまり、あ、ここはいけない。ちょっと待って、こいつだけやっといて、やめなさい。あー来てる、後ろからもいっぱい来てる。あー危ない、すごい、やばいやばいやばい、すごい、マインオンレー、よいしょ、バツだった。あーナイス。ちょっと待って、わー待って、待ちなさい、うおてか死ぬ、危ねえ危ねえ危ねえ。いつの間にか体力がすごいことになってる。ちょっと待って、助けて。死ぬから、死ぬから救急スプレーを使おう。こうね、よしで、ちょっと待って、救急スプレーじゃなくてこれを、これをそこら辺に投げる。よいしょ、燃えろ、ヘレノも燃える。助かったわ、助かったらしい、炎で助かった。変な炎属性か、危ない。もやもやしてるとやられる、やられるね、これは。ちょっと、あ、リロードが、リロードが入ったね。あ、じゃあ刺しておいて。ここ無限脇か、ここは、あ、ここか。うん、大丈夫、ヘレナお腹を押せて。いや、後ろ来てる、大丈夫か。あ、ここ行く、ダストシュートか、行っちゃった。はい、まあ舌がね、トゲトゲじゃない限りは死ぬことはない。お、ようやくセーブか。セーブが入って、ここはどこ、なんかデボラを探す。ああ、目的はデボラを探すになった。デボラとは一体、あ、これ壊せるんだ、レオンくんの破壊眼ではこれが壊せる扱い、他は壊せない。お前は何を隠してる。うん、言っても信じてくれないだろう。ああ、ここに連れてきたの、あの子さえ見つかれば、あいつの企みを証明できる。ここへ来ても喋る気はない、デボラとやらに会うまでは。一体そこまでして隠す秘密とは何なのか。よいしょ、あー、これは大丈夫、しゃがみ時間が長いと危ない、うん、この時点も一応構えられる。これは、あ、壊せる。スキルポイントは、あー、そこにあれがあるじゃん、よいしょ、コレクションね、見つけたものは一応売っていくが、これは、あー、アイテムではない。研究所になった、あのテープだ。あの映像の人、あなたの知り合いなの？ね、あのな、うん、それを知りたかったらまずお前の方から話す。そうだな私だけ質問なんて虫が良すぎたわね。そうね、まあ、エイダとはね、もう新米警官の頃からの付き合い、あの頃はちょっと手玉に取られていたが、4の時はちょっとまあね、あの戦闘技術関連では逆転していたようにも見えたが、手玉に取られているのは今も変わらないかもしれない。で、あといつまに、ちょっと待って待って待って、こっちこっち、あれ割ってたんです、あ、あの壺、壺割ってたんでやめてください、壺割りたいんです。はい、やー、いた、もうここナイフでいいか、こういう狭いとこはね。壺割って、壺割っただけだから、ここはまだ下に行くのみ。ここは本当になんだ、この教会の地下はどうなっている、ここはどうやったっけ。あ、蹴りか、あー、あれがデボラ、デボラ、なんでこんなところに、なんかの儀式に使われそうだが、はい、なんだ、こんな薄着で、デボラ、返事して。デボラも結構美人さん、ヘレナ、うん、この二人はなんか似てるか、姉妹とかか。いや、これはな、これはどういうことだ、注入されてるか、いい加減説明してくれ、うん、まずここを出ましょう。いや、説明してくれないんかいその後で全部話すわ。本当か、もうここまで来るとその言葉がどれほどの信用度か。ただまあね、抜け出した、うん、安全のところに、うん、行った方がいいのはそんな感じ。あー、これは邪魔者は引き受けた、その子を話すなよ、はい、了解です、やんなきゃいけないね、これは。レオン君が、え、なんかガタガタ言ってるか、こっちでやってる、うん、レオン君が先導して守らねばならんが、あとハーブがあるぞ。まあね、背負うのはレオン君の方がいい可能性もあるが、家に連れて帰るからね。あーっと、あそこにいるぞ。でも撃ったら、撃ったらあれか、他が気づくか。はい、よいしょ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 
よいしょ、来てる来てる来てる、はい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 、なんでこれ効かないぞ、効かないかん、効かないんですか、はいはい、走らないで走らないで、よいしょ。いや結構弾を使わせた、弾を使わせられているが、でも多分あれがデボラやヘレナのところに行くとよろしくないんでしょうね、よろしくない感じなので、あーちょっと待って、ナイフ行くぞ、せいこんにちは、うん、後ろから気づかれずにね行ければ一撃なので、なるべくもうこういうのを使っていきたい感じがあるよ。あーいるかい、んそこ、あー来てる、ちょっとまっ、あーまっ、ま、なんだ撃てる、あなんか壁にくっついてる、はい助けます、はい、あーそれは足はやってくるんだ、足蹴にはしてくれる、よし大丈夫、てか向きをそうこっちにして、私は右利きなんでね、あーちょっとちょっとちょ、来てる、来てます、あー飛んでった、地獄の底へ飛んでった、リロードさせてポーン、よいしょ、ライフル、あー遠くから、あーなんだ揺れた、あー崩れてる、崩れる、あここ走らなきゃいけないか、こういうのは遠くからライフルでちまちまというのもいい感じかもしれないが、来てる、大丈夫大丈夫だね、こっち、あー来てるか、ちょっと待って、ライフル、あれよ、さよなら、復発、よし、ライフルアタックは最強よ、あー崩れてる、結構早く行かないとまずいか、まあ時間とか出てるわけではないのでどんくらいかはわからないが、よいしょ、なんか段差が多い、バツボタンを押させる、あーそこにいる、こういうのはもうね、はいよーさよなら、あ何今当たったかこいつ、よいしょ、当たってる、当たってるってことにして、よしいいよ、ライフル弾をくれ、ライフル弾を、まだいる、あーツボだったツボを人と認識する哀れな男、レオンエスケンティ、どこなの、あハニガン、あなたたちの居場所が検知できない、検知できない、通信はできるけど、そこはどう、やっぱり近すぎるか、ハニガン応答しろ、ちょっと地下に潜りすぎた、さあレオン君一人のパワーでなんとか押せている、後ろヘレナがついてくる、まあ、これはねしょうがない、あーっとついた、真ん中のところについたが、まあ、今のところ倒しているので何か追われているとかそういう心配はなさそうだが、さあレオン君頑張れ、うん、腰を痛めないようにな、気をつけてレオン君もね、まあそうは言っても、あー来てる敵が、そうは言っても年でしょうし、年がね気になってくる、お年頃、後ろも来てる、やばい、当たるか、当たらない、吐かないで、遠距離攻撃はこちらもするけど、よし行ったな、行ったか、行ったよ、行ったよね後ろからも来てる感じなので、ちょっと一応念のため見ておいて、大丈夫、なんか死んでる、もしかしてヘレナがやったか、でここはまだ下、うん、あでもなんか一番底っぽいところに突き足たが、これ何が起こる、ムビ、ああデボラが、デボラあと少しを頑張って、いやーでも助かるか分かんない、もう注入されて、あーなんだファイヤーした、あー人体発火現象からの、あこれになった眉みたいな、ね、いやあらららら、あえそしてさらに生まれるのか、レオンはもうやる気でいる、一回燃えて新たな生命、まるで不死鳥、火の鳥にかのごとく、しかし生まれるのは何ですか、一体何が生まれている、ああの赤い服は、そしてボウガン、お出ました九段の女、エイダウォン、お化けでも見たような顔してる、そうちょっとさっきねビデオ見ちゃって、エイダの出演する怪しいビデオねさあヘレナからしたら信用できないが、レオン君は何度も助けられてるしね、エイダなあどういうことなんだ、まず訳を聞かないと、一体何が
研究者たちもなぜエイダをの形を通らせているのか。やはりエイダは何か優秀なんでしょうね。まだ話を続ける？ここで出るしかないな。ここは長く持ちそうにない、はい、下へ逃げましょうか。下？ああもう下。ごめんなさい、デボラ私が悪いの。ヘレナ、離れろ。ああデボラさん、デボラと撃たないで。あ、でも最後の危ない、なんか始まってるよ急に始まった。すいません、しかもエイタと光ってるところ狙えるんだな。よいしょ、あ、外した絶対光ってるところ狙う感じだが、あーなんだ、大丈夫かデボラ。あ、まだ、あ、お姉さんか分かんないけどね、妹がギリギリまで守ってるようにも見えた、かばったようにも。いやでもまだ戦わずに済む感じ。あ、エイダとなった。ヘレナはあっち、エイダはこっち。どうですか、デボラ、どこにいるの。こっち。とりあえずエイダについていけばいいか。エイダは無言で、あー降ってきてるけど、これは無視。しかし死んでた今、お亡くなりになっていたが、さあエイダにとりあえずいろいろ任せているが、なんか援護する感じ。よいしょ、ヘレナ援護する感じですか。あ、外してる、あ、行ったらか。でここは、いや行けない。とりあえずヘレナを援護してればよろしくて、よろしくてですか。間違えた、あ、間違えてない、ギリギリ、まだ回復がある。ここに、あ、丸、あ、エイダと、エイダ OK、 エイダを、あ、もう何も言わずに協力し合う。おーおおまあね、相棒ではないけれど、うん、なんだ、指輪？何、結婚すんの？勘違いしないで、うん、後でわかる。結婚ではないらしい。別にプロポーズ、逆プロポーズではなかった。はい、で、これはまだ進んでいけばいい。とりあえず、うん、進んでいく。ああ、ここでヘレナとは合流できない。下に降りないのか。ここで降りる。でも今のところ敵もそんなに出てきてない。とりあえずとにかく降りるという行動をエイダと協力して、うん、ヘレナとも協力していく感じになっているか。あれ？あれの、あ、でも上に行くわけじゃないから、ここで、うん、そっちが降りて、あそこに、いや、ここになってるな。オーケー。うん、またここでエイダジャンプ、エイダジャンプ、アンドレオンジャンプ。あ、来てる。あーらまあ、取られた。でも大丈夫。気をつけろよ、すごい力だ。うん、あなたも気をつけて。うん、あ、始まる、これ始まってる。当たってるのか今。さあ、なんか若干セクシーだが、若干セクシーだが、出てくるものはセクシーじゃない。いや、当てろ。うん、そこは弱点だな、光ってそこは確実に弱点。あ、なんだ、もう苦しい始めるの。あ、まあでもまだ完全体じゃないから戦っていられない。うん、でも近くに、あー、いつの間にあなた通常ゾンビが、ゾンビというか、あー死んだ。意外と一発で、そう、死んだ後にね、なんかしばらく動くのがかわいそうだと思うなら、どうしてあげなさい。あーっとっとっと、あ、あれを、これはただの悪い夢、本当の恥じゃない。あ、どこ行った。さあ光ってるところとりあえず撃って、あー、しまった、リロードが、あー、しまわれた。てか通常のやつは死んだ。てかなんか出てる、なんだこれ、樽は別に爆薬とかではない。さあ来る、来た時は別にこれあんまり意味ないっていうな、ちょっと弱点出た時に狙った方がいい感じがするが、まあ多分この強敵チュートリアル的な、うん、あー来てる、いやーやめて、うん、出てるけど、いやーすごい楽ね。よいしょよいしょ、打った方がいいな、これは。大丈夫、弱点に、でも弱点に当てづらい、うん、ちょっとライフルでは厳しいか、普通に打つか。でも遠くに行ったらライフルでしょう。はい、出そう、よし出して、はい、よし、あー1個壊した、いいぞ。この状態で当てる意味あるのか、このセクシー状態、セクシーな動きをしている状態だって意味があるのか。うん、あ、来た、あ、来てる来てる、来た時は一旦離れて普通のウィングシュート。危ない、揺れてる揺れてる、回避をね、回避を学んだ方がいい、回避を学べ、レモン君。ちょっと待って、回復するから、スプレーするから、あ、助けて、スプレー、レモン君スプレー、よし。
ちょっと待って、ショットガンでなんとか、よいしょ、あーブフーン今のは構えてるから罰をしてこうだな、回避は。はい、で、こうなったらライフル。はい、あ、来る、来るからダメ。あー、なんだ、通常の敵が、通常のゾンビが現れる。待ってくれ、助けて、よいしょ、回避覚えていけ。はいはいはい、あー、来てるやばいやばい、ちょっと待って、調合するから、ハブ調合するから待って。これと赤ね、赤調合して、これをタブレットイン、よしで、飲む、よくは飲む。やばいやばい、どこ行った？あそこか。あー、危ない。とりあえず、あ、でももう、片方壊れてるじゃん。いつの間にか、エイドたちが勝手に、いや、助けて、かわすから、助けて、よしよしかわすときって体力使ってるんだろうか。ドライフにして、はいはい、飛んで、あー、てかこいつ普通の馬いるからな。よいしょ、あー、なるほど、爆発するんだ、爆発するんだ。あ、できてるけど、あー、そこうまく狙ってて、私も狙うから、よいしょ、あー、くそ、助けて、あー、でもライフダウンが、取りたい、よし、よいしょ、はいはい、どうする、狙えるか、こっちから、よし、狙えそう、危ない、やばい、ウィングシューターの方がいい、普通に狙った方がいい、普通におとなしく狙う、よし、でも結構相手も落としてくれるのか、あー、いいぞ、あー、やったか、なんか、全員が壊してくれた気がする。あ、なんか出てる。あ、これはどうすんの、撃つの。はい、これが弱点。どうなってる今んとこ、なんか光ってるようなところは全部やった感じが見えるが。よいしょ、よいしょ、いってる。ああ、いったっぽい。ちょっと最後は弾を若干無駄にしたか。パートナーと合流。はい、ここはまずソロ活動が始まる。レオン君のソロ活動開始された。まあ、ジョイズウィングシューターでいいか。で、どう、ああ、なんか向こうで苦しんでいる女二人が。エダ、ヘレナ、援護してくれ。助けなきゃ、あ、死んでる。変わらないよね。ああ、変わらない、相変わらず手に変わらない男、レオン・S・ケネディ、ある意味安心か。よいしょ、あー、てか死んで、あ、なんで死なないのこいつ。一応まだか、死んでる。なんか当たってない気がするんだが。ああ、死んでるなんか今自分の情けない感じになってるが。はい、はい、帰ります。私はちょっと待って、どこ行く。これは走っていけばいいか。あんまり、あーっと、こけたー、レオン君こけたーって。その尻餅というか、もう受け身すら取れなかったこけやった。ダメージを食らってるか、大丈夫か。一回回復しよっか。打った方がいいのか。あっと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 、打った方が、あーっと、瓦礫で倒してくれた。意外とラッキー、ラッキー男レオン・S・ケネディ。さて、あー、大丈夫、崩れそう、今にも崩れそうだが、こちら合ってる、合ってるね。で、あ、どこにいる、声がするけど姿が見えない。バツ、よいしょ、はい、下まで降りて、ここは大丈夫。あー、でも敵はなんか勝手に死んでいってくれるので、楽は楽だけど、あー、来てる、こんにちは、飛びます。ここはバツ、下、さらに下、こっち、おー、来てるけど、あなた虫、あと、ちょっとアイテムだけ飛ばして、よいしょよいしょ、で、バツ、はい、トンブーで、あ、ここが目的地か。ちょっとあなたにはどっかに行っといてもらって、はい、あー、なんかこいつ防弾チョッキみたいなの来てる、蹴ろう、よいしょ、あー、燃えた燃えました、ドッツン。で、いいかい、行った、よし。で、これを押さなきゃいけないか、押すか、回すのか、回して、あー、まあ、グリグリ、あー、てか、エイダが乗ってた、エイダとエレナが乗ってたグリグリしないといけない。これはどうすんだ、グリグリでいいのか、回転させているけど、普通の、でもなんか回転マークが出ているので回転なんでしょう。ガチャガチャ、レバーガチャというよりは回転。よし、これで合理できるのか。よいしょ、でも音楽は消えた、静かなというか。よし、これで乗れる。でも乗ってもこれ動くのか、自動で動く、出した。さあ、トロッコ、これは4を思い出すが、これで出口まで行けるといい。あ、これかわす感じ、あー、間違えた、期待しない方がいいボタン間違えました、四角罰ね、四角罰とかそういう感じ。てか後ろにいた方がいい、あー、危ないうん、ちょっと待って、四角出るタイミング結構シビアじゃない、これ。はいはい、
あ、いやー2連続だった2回当たった。変異したデボラを倒す。あー、またここでトロッコ上で倒すの。もうやめて、デボラ。トロッコ上で倒すのは、え、これかわしながらか、もしかしてかわしながらでは厳しいが、さあトロッコか。デボラはそろそろ人の心を失いつつあるか。はい、あー早い早い、ちょっと待って、これは早いぞ。デボラ、あ、当たるぞデボラ。あ、当たってどうなった。あ、助かった。あー来てる。ちょっと早く泣き止まないと妹に殺されるわよ、はいはい、殺される、殺される、そんなこと分かってる、殺される。あー、リロードが、リロードがまずい。そう、もうショットガンの方がいい。あー、まずい、しぬしぬしぬ、助けて。エイダか、エイダか、ヘルナ助けて。ありがとう、ヘルナありがとうちょっと待って、近くない。ヘルナ、ヘルじゃない、デボラ、ちょっと回復が、回復が足りない。よいしょ、よいしょ、よし、1個壊れて、1個壊れて、そこも、あ、リロードが入ってる。よいしょ、かわして、そう、かわすが、かわしがうまくいかん。はい、かわして、よし。あ、どうだった。あ、これは、あ、火薬を撃ち抜く。待って、スナイパーライフルで、はいよー。あー、リロードしてます。いや、リロードはダメだって、弾がなかった。はい、タラ撃ち抜くところがね、弾はないの分かってるので、もう、これでいいや、ショットガンでいい、うん。スナイパーライフルとかいうカッコつけたことをするべきではなかった。え、どうなる、カースパート、それともまた来るか、デボラが。いや、しばらくは来ない。これはカースパート、なんかいるが、はい、しぼ、あー、ちょっと、出るの早く、出るのが、はいはいはい、出るのが、短い、入力の有効時間が短い。あー、爆発した、でも大丈夫、レオン君たち無敵、3人とも真顔で立っている。さあ、これでカワスでしょ、はい、カワス。あー、なんか飛んでた、ちょっと待って、ヘレナが飛んでったかと思った待て、まだいた。はい、変異したデボラを通すになったので移動とはしてやる。どこに出た、あ、正面か、はい、はいはいはい、危ない危ない、あ、来てる来てる、よいしょ、出た出た、変態したところを打ち抜く。よし、そこと、そこと、あー、くそ、かわせない。回避ボタンを押したつもりだったが、あ、新しいの来た。え、これは、あー、突っ込んでる、危ないぞ、交通事故ってレベルじゃないが、あー上からでも降ってくる。エイダも、あ、落ちる。このエイダを、エイダが落ちそうなのはアリーツを思い出させるが、あー出てきてる。え、これはデボラ、まずはエイダを助けよう。はい、エイダを引っ張り上げて、今回は引っ張り上げられた。アリーについた時は落ちてたけど、まあでも結局生きてる、そんな女エイダボンで、はい、あー、これは援護か、はい、てか、あの光ってるとこ撃たないと、よいしょ、いいのか、こんなショットガンで撃っていって、危ない、アルツ、あ、なんだこれ、やっちまったか、あー、ダメなんだダメでした、ちゃんとスナイパーライフルで狙おう。はい、ここはまあ飛ばしていいかな。はい、で、まず変異したデボラ、はい、で、まずエイダを助け、で、ちょっと調子こいてないで、ちょっとアイテム集めるの後にして、ライフル、あ、リロードしてないんだったな。で、これをデボラをボン、うん、デボラボン、光ってるところもボン、よし、いったか、あ、血が噴き出した、噴き出しているが、まだ耐えている、うん、まだでも人の意志は残っているのか、デボラは。ヘレナは、あ、一緒に落ちるのか、さすがに止める。さあ、これはどうする、というか、もう泣かない、デボラも、あなたの敵を取るまで、ああ、もうね、デボラという肉体は消滅してしまった。お願い許して。あ、話した、これが決意の証。まあね、デボラはもういないと。てか、エイダ、そのボウガンはすごいね、でかい絶対にあいつを許さない。あいつ誰だ。私を見て、大丈夫だから、こっちを見て、大丈夫だから見なさい。あ、なんだ、目をそらさないで、助けて。最初から結構助けるわ、デボラ、だから私を見て、二人で逃げましょう。あ、こいつダメ、あの、なるけ、やめて、今の妹だけは大統領補佐官ってやつじゃなかった。お願い、何でもやるから、お願い、妹を助けて。
ボラー。ああ、なんか、まあ、人質みたいな感じだった。他にどうしようもなくて。うん、シモンズの言うがまま。手を貸したの。大統領のセキュリティに隙を作った。ああ、そういうことなんだ。シモンズらしいやり方ね。やつの目的は何だ。話せば長いわ。長いの？それで大統領もゾンビ化するような事態になってしまった。相手はこの国を実際に牛耳ってる連中よ。ああ、合衆国政府はとっても危険と戦うことになるのか。うまく立ち回らないと。まあ、政府というか一部でしょうが、うん、あ、出た、その謎の武器。フックショットを使う女。はい。レオン、今どこ？あ、ハニガン。シモンズはいるか？お、シモンズがいる。用心しろ。うん、シモンズが事件の。私がどうしたって。おっと、出てきた。シモンズ。エレナはもう知ってるもんね。言い逃れはできないが。ああ、これ終わり。さあ、いろいろとポイントをもらって。さあ、次へ。はい、ドックタグ。というところですが、まあちょうど区切りも良さそうなので、今回はここまでとしたいと思います。次回はどうなっていくんでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。